誕生日を祝ってくれてありがとう。いくつになってもお祝いしてもらえるのは嬉しいものね。このケーキ、君の手作りなの？何よ、至れり尽くせりじゃない。ここまでしてもらったら、おとなしく祝ってもらうしかないわね。いくら私でも、時と場合はちゃんとわきまえるわよ。でも、もらってばかりなのは性に合わないから、今度お返しに、体が丈夫になる薬でもプレゼントするわ。君には健康でいてもらって、また誕生日を祝ってもらいたいもの。まあ、薬が効きすぎて変なことになってもご愛嬌ね。アラン、遅かったわね。私を待たせるなんて悪い子ね。たった3分でも遅刻は遅刻よ。この償い、体で払ってもらおうかしらね。ちょっと、何もこんなところで。誕生日？プレゼントの代わりに実験台になるつもりだったの？そう、いい心がけね。でも、せっかくだけど遠慮しておくわ。誕生日くらい普通に過ごすのも悪くないわ。そうね、ご飯でも食べに行きましょうか。もちろん君のおごりでね。これ人気のレストランの食事券じゃない。誕生日プレゼント？あ、なるほど、ありがとう。でも君、ちょっといきなりすぎだわ。昨日も遅くまで研究してて寝不足気味だし、お化粧だってもっとちゃんとしてきたのに。仕方ない、君、責任取ってしっかりエスコートしてちょうだいね。この年になって年下の男の子から誕生日を祝ってもらうなんてね。こんな感覚久しく忘れていたわ。君のせいなんだから楽しませてもらうわよ。